江ノ島行きます。着きました。江ノ島、さあ行くぞ。え、すごいこれ。え、前ってこんなんやったっけ。こんなんあったっけ。え、すごい竜宮城みたいな感じやん。竜宮城、リーちゃん竜宮城、イエーイ。美味しそう、ハンバーガー、ハンバーガー。お、ちゃんと海や、こっち行きたいなあ。あー、あっち行かやな、俺らはね、橋を渡って。なんかこの辺から多分な、船乗るとこあるんだよね。え、洞窟行くのに船乗る5分だけ。へー、俺ら身長すごすぎてさ、俺のこれで合わせたらリーちゃんも全然映らへん。リーちゃんで合わせたら俺のはマスクのみ。え、何ですかこれは。あ、おセクシー、おセクシー。あー、向こうか、前来たな、あれやん、なんか向こうからずーっとここがあるやん。あー、あ、ほんまや、途中であれ食べたな。あ、こっちでこっちの行き方の方が楽やん。じゃあ、すごい、めっちゃ落ちやすいな。あ、そうやろ、ちょうどいい、リサの、うん、リサの、そうやな、約2年ぶりの江ノ島。なんか画質めっちゃ綺麗すぎて困るわ。綺麗で困るわ。本日唯一の晴れよ、リーちゃんの晴れ女パワーが炸裂したな。この微妙のこの明るさが眩しい、うん、開けへん。開けて、開けて、え、多分な、結構みんなサーフィン入って、うまい、とりあえずお昼ご飯目指していこうか。うん、レッツゴー。これもしかして、ね、多分これマジで、後でこれ乗るから。後でこれ帰ってきてこれ乗って洞窟行くから。これでも5分ぐらい、5分ぐらい結構乗ってるね。うん、だから多分本数があるから、これ弁天丸本数限りある、見とかんとかん、弁天丸。ほんまや、東京2020、いいね、香ばしい匂いが。うわぁ、超いいな、すごい。あれみたい、夏恋。お？ダサー。てことで目的地向かいます。バイチャ、うわ、眩しいから目赤く、うん、マスリー、気持ちいいな、風、うん、やばい、トラップ、海を感じるわ、うん、迷路。
ちゃこれ音カツカツ出てきた。おお、やっぱ海の島やとそんなもんなんか。なんやそれ。え、何それ。どこに東京の彼氏と遊園地行ったん。誰え、それ誰と。何やろな、これ。あ、これあれや。あの、去年の夏休み、あの、うん、出てきて、あの、ほら、羊のショーンで家族で行ったりする。ああ、そうなんだ。びっくりした。東京の彼氏と行った遊園地デートのチケットかと思った。やばいやし、修羅場。いや、それは見たくなかった。見たくなかったかもしれん、うん、見なかったことでしょ、今日は、うん、大丈夫、あの家族4人分のあれなの、うん、それはよかった。乾杯。休みに乾杯。久しぶりやな。なあ。休みに乾杯。シラスのパスタ、シラスとペペロンチーノのパスタ、うまそう。シラスの量が思ったよりえぐい。ほぼほぼシラス、麺よりシラス。いただきます。すごい、うまそう。 ありがとうございます。びっくりした、びっくりした。爆発したらパスタ。でもなんかペペロンチーノにシラス乗ってる感じ。多分ピーマン。これはピーマン。割りご飯欲しいの。いや、このシラスだけご飯に合う。じゃん、アイス。洞窟目指して歩いていこうか、うん、ねえ、めっちゃ欲しがってたカバンあったもんな、ここで、うん、一回回ってた、あったくない。あった。麦わら帽子のカバン、うん、え、これさ850か、こっち行ったらってこと。こっち行ったら 1000m。 お前こっちやってんのかな。まあこれ上は神宮やもんな、うん、だってこっちの方が近道ってことじゃない。850、そういうことか。行ってみるか。これ前もね、来たよな。え、これ行けんの。とりあえず40分かけて歩いて洞窟目指します。やばい、口の色がない。しんどい。ほんまに行けるんか。なんか2本の分かれ道はあんねんけど、どっちも着きそうにないです。地獄への道が開いてる感じしかしません。だって誰もいいんもん。確かに。みんな船で行ってるからやって。そうやな、帰りは船乗って、うん、うおー、めっちゃ綺麗。見てか、これ行けてる。超綺麗。江ノ島来てるのに海じゃなくて森な、うん、森の方が多いの割合。やばい、やばい、待って、すごい、めっちゃ綺麗。うおー、めちゃくちゃ絶景、眩しい。
階段の歩幅がもうバカ広いやつな。あのジエンジャーにありがちな、この超歩きにくい歩幅の階段。うん。これ大変よな。聞いてる、これはゴール来てる。えぐいな、これ。割りテンション上がるんやけど。テンション上がる。すごい。岩屋橋。岩屋橋。おー、すごい。はい、行って行って。おー、すごい。めちゃすごいで、多分。すごいしか言ってへんもんな。来た来た。これでもお金いるかな、多分。ほんまや。なんか500円で。はい、洞窟入りました。ちょっとお化け出てきそう。天井引く。あ、出んのこれ。バリ引くんやけど、これ、天井。江ノ島発祥の場所。怖い。うわー、すごいな、洞窟。天井低すぎて、もうこれ中腰すぎて腰が痛い。待って、早いね、あの人。早い。これがあれ最終のゴールだ。ほんまに俺これ、もっとでかいと思ったんやけど。これ俺が目指してた、これドラゴン。俺もっとでかいと思ってたんやけど。おう、でもちょっとこれ塔の怖いな。じゃあ上だ。待って、すごい、めっちゃ響くし。音響どうなったのこれ。はい、ただいま。思ったより早かったな。すごい、えぐい。革靴で来る場所ではない。革靴で来たけど俺ミスった。危ない。うわ、水しぶきえぐい。じゃん負けで海入ろうか。うん、虫やな、うん、すごい虫や。今俺一人なんだね。たまにあるから。あ、危ない。大丈夫、濡れた。お前な。じゃあ船乗って帰ろうか。向こう帰りは船でぶっ飛ばして、10分で。今日のコーデ、江ノ島コーデですか。どこのやつ？オールカスタネ。おお。大人っぽい。かわいい。これはそうやな。上ユニクロ。ちょっと江ノ島に革靴で来ちゃうという。うん、そういうやつ。天然なところをお見せしましたが。うん、ありがとう。デート。せやな。とりあえず目的今日は達成したし、満足したから帰ろうか。帰ろうか。俺たちの休みはまだ続くけどな。バイバーイ。じゃあバイバーイ。バイバーイ。